危ない。人はいつ怪我をするか分かりません。横断歩道を歩いているだけや信号待ちをしているだけで最近は怪我をするものです。避けられない事故というのは存在します。昨年度の救急出場件数、その内訳の大半が急病です。しかし交通事故や一般負傷、一般負傷というのは転んだり手を蹴ったりする怪我のことを言いますが、その件数は次いで多い状況です。ただ皆さんの年代は交通事故、一般負傷の割合がとても高くなっています。皆さんはこういう時に応急手当はできますか？救急車が現場に到着するまで 8.6 分、その間に止血、洗浄などの応急手当ができますか？応急手当ができたとしても救えない場合もあります。それは頭を強く打ち意識が悪い状態、胸やお腹を強く打ち呼吸や脈拍が良くない状態、そして背中や首を強く打ち手足は動かしにくい状態です。こういう時の場合には迷わず119番をして救急車を呼んでください。こういうとても大きな損傷のことをロード&ゴーの傷病者という言い方をします。ロード&ゴーとは救急現場で最低限の処置だけを行い病院へ搬送することを言います。そしてこのロード&ゴーは病院で救急医療を携わる救急隊、医師、看護師の合言葉となっております。ロード&ゴー傷病者を救うためにはとても短い時間で助けなければなりません。重症傷病者の救護には時間との戦いです。この時間、約10分間をプラチナの10分と言います。救急隊はこの10分間をとても大事にしています。皆さんはこの10分間のうちの一つになるわけですので、応急手当を覚えて傷病者を救っていただきたいと思います。